さあ今回行く12階はピーチレストランフロアっていうことなんですけど、ピーチ姫に関係してんのかな。うん、なんか名前のイメージとちょっと違ったな。もっと明るい感じがしたんだけど、結構怖い感じだね。お、なんかバイキング船的なやつがあるよ。これ中見れたということは、なるほど。船の障害物が扉を塞いでおるせいで、その先に進むことはできなくなっておるの。まったく、どうしてこんなところに船なんかあるんじゃ。さては、お化けのやつらの仕業じゃな。ところでルイージー君、すまんがすぐにベースラボに戻ってきてくれんか。実はちょっとトラブルが発生しての、まあ詳しいことはベースラボで説明してやるぞい。さあ分かったらとにかく戻ってこい。待っておるからの、急いでくれよ。めっちゃいいとこだったんだのにな。じゃあ戻りますか。あ、確かね、そろそろオバキュームをなんか改造できるっていうのを聞いたんだけど、それかな。待っておったぞルイージー君。キノピオ君が一人いないじゃと。そうなんじゃ。トラブルとはそのことなんじゃよ。事情を説明するとじゃな、実はわし、オバキュームをもっとパワーアップするための改造を思いついたのじゃ。そこで改造のために必要なパーツをすぐにキノピオ君に探しに行かせたと、そういうわけなのじゃ。じゃが、ルイジ君、まずはこれを見てくれんか。キノピオ君に持たせたライブカメラの映像じゃ。これは、ん？これ何階だ？地下1階か地下2階だね。うわ、重きし、お化け。これ地下2階だ。キノピオ君はこの映像の場所でお化けに襲われ、そこで通信が途絶えてしまったのじゃ。いいかねルイジー君、この映像を手がかりにしてホテルのどこかにいるキノピオ君を見つけるんじゃ。そしてキノピオ君のことよりも何よりもいやいや、キノピオ君のことはどうでもいいの。わしのためにパワーアップのパーツを持ち帰ってこい。そういえばキノピオ、なんかあの持ってたね、あれが改造パーツなんだね。わしの発明がかかっておるんじゃからの、こいつは重要ミッションじゃぞ。フェフェフェ。それじゃあ行ってこいルイジ君。ひどいな、キノピオはどうでもいいって言ってたな。さあそれじゃあ行きますか。地下2階っていうのは分かったんだけど、地下2階のどこかはちょっと分かんないな。さあ地下2階に着いたぞ。お、なんか普通にお化けが復活してるね。ちょっとなるべく戦わずに行きたいけど、そういうわけにもいかないのか。この調子だとお化けどんどん出てくるよねきっと。よし、
あ、違う違う、吸い込んで吸い込んで、よし、キノピオがいるなんとなくの場所はちょっと分かったけど、おお、なんだなんだなんだこいつ、おい、くそ、よし捕まえた、おら、そこに、うわー、いいとこで黄色のやつに邪魔された、よし、で、黄色のやつどうする、よし、黄色のやつ捕まえた、よいしょー、お、まだいるぞ、ちょっとどかして、よし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 、あ、これ、こいつか、よし、うん、ここだ、さっきキノピオが襲われたの映像的にはここだ、でどっかの倉庫的なとこに入ったから、もしかしてここかな、あ、ここだ、だってこういう箱あったもんね、うん、お、ここに出てくんだ、さあちょっと水、いやでもキノピオどこにいるんだ、待てよ、これこれをどうにかできないかな、あ、止まった、で、ああ、ここにいたのか、よかったよかった、あ、そうかそうかそうか、これで向こうに飛ばせばいいんだ、雑な扱い、無事に見つかったようじゃの、さあキノピオくんをそこから連れ出すがよい、さてここからが本題じゃぞ、二人でパワーアップのパーツを探すんじゃよ、いや本題ってキノピオを探すのが本題じゃないの、違うの、ライブカメラの映像に映っておったからどんなものかわかるかな、よろしくの、うん、なんとなくわかるけど、確かここら辺に転がってんじゃないのかな、あれか、いや、なんでそこに行ったのかな、ルイジーさん見てください、あれが持ち帰ろうとしたパーツです、あんなところに、あれはちょっと難しそうだね、絶対お化けの妨害も来るしな、さあここ行ってちょっと近くまで行ってみようか、あれどうすんの本当に、どうすんだろうな、あ、え、そういうこと、これぶつけるみたいなそんなことしていいのかな、なるほどそういうことね、何回でも復活してくるね、じゃあ本当にそうだ、ちょっと待って、狙う場所がここじゃないのかもしんない、キノピオも気になるんだけど、これちょっと気になるな、あー、なるほど、あ、なるほどね、あ、そういえばこんなのあったね、これは今回必要かな、こっからだったら狙えそうな気がするけどな、乗ります、でこっから狙うんじゃないかな、あ、あ、あ、結構いい感じに、お、行った、そういうことなんだ、え、拾ってきてよそこまで行ったんだったら拾ってきてよ、これがパワーアップの、それじゃよ、それそれ、それがパーツじゃ、よくぞ見つけ出してくれたの、さあルイジー君たちベースラボに戻ってくるんじゃ、わしがオバキュームをパワーアップしてやるぞい、じゃちょっと改造してもらおう、
あれ、お化けがいる。しまったわい、出口を塞がれてしまったぞい。こいつはピンチというやつじゃ。ルイジ君、なんとかして別の道を探すんじゃ。マップを調べてみるんじゃよ。